どうも、エルザレットです。今回は勝利をアタッカーとして運用がしたいということで、やっていきたいと思います。まあ勝利といえば最強のシールド持ちということで、まあサブとか、あとは爆発が強いんで、その爆発を使う回転役だったりっていうことが多いんですけど、まあ今回復刻もするのが決まったからね、アタッカーとして、勝利の無駄遣いをしていきたいと思います。単純にまあ勝利をアタッカーとして使ってみたいという本当勝利の無駄遣いになる企画となりますので、真似しないようにしてください。本来はこんな使い方をしないっていうところですね。基本的には交代級のシールドで味方をサポートするのが一番です。勝利のシールドはかなり特殊なんでね、しかも継続時間も長め、というところですね。 HPが上がれば上がるほどシールドの耐久値も増えるので、このあたりはすごく魅力的ですよね。で、2つ目、元素爆発で敵の足止めと効果力、まあ無凸でも 4,5 万ぐらいボーンとダメージも出せたりしますし、なんなら敵を石化で一時止めれると、足止めできるっていうのもかなりでかいです。で、3つ目、探索では炭鉱夫として役に立ちますね。あと4つ目、柱を活用しての敵の攻撃を避けるというところです。まあ、今回は勝利をどうしてもアタッカーにしたい、もう無駄遣いしたいっていうところなので、次のような感じでいきます。1、倍率の低い通常攻撃に特化する。で、2つ目、味方のサポートに完全に頼る。はい、これはもう味方頼りになってきます。そのダメージを稼ぐってなった場合、まあ、物理で稼ぐっていうのはもちろんなんだけど、今回は元素反応とかも考えないといけない。あとは味方のバフによって勝利の火力を上げていかないといけないっていうことが多くなりますので、まあ、味方のサポートを考慮した上で、持っていくと。で、3つ目、攻撃と元素反応に特化する。これ先ほど言いましたが、例えば蒸発の場合は水と火が必要になるので、ただ味方が火を当てて蒸発だと意味がないんですよね。勝利が炎をまとって攻撃し、水属性がついたやつに攻撃して、元素反応を起こさせるっていうのが重要になってくるので、味方の元素反応をうまく考えて特化させるというふうになります。で、これでやっていきたいんですけど、まずやりたいのは何をするかというと、物理です。で、まず物理なんですが、こちらの物理の構成、勝利、運金、イエラン、ロサリア。生物はこんな感じですね。まず勝利なんだけど、今回ゴマの杖にしてます。で、余興。で、運金はめちゃくちゃ難しい感じですね。はい。ざっくりですけどね。で、イエランは絶縁。で、ロサリアは旧貴族となってます。ちなみにゴマの槍のところは針に変えても OK です。まず早速見ていきたいところなんですが、まずイエラン発動して、ロサリア、運金の順番で爆発発動します。あとは勝利で殴りまくると。で、できるだけこの氷のロサリアの爆発の中ですね、叩くようにします。で、これすごかったのが、2万ダメが会心でボロボロ出たっていうのも一つなんだけど、その余興の効果で追加ダメージがちょこちょこ入んのよね。それが強くて総ダメージが高くなってます。で、多分このボス、まあ1回で削れないんでね、こうやって途中で止まってますが、ダメージの数見るとだいぶ多いんじゃないかなというところです。ダメージとしてはかなり申し分ないぐらい出てますね。ただ短時間勝負では、続いて、凍結編成です。まず勝利はゴマのままです。強風ですね。強風をつけます。まあ、会心率を確保とダメージ確保ですね。で、入るのが超運、旧貴族のしつけを装備させます。で、イエランも入ります。絶縁ですね。で、最後神格、剣闘士としめ縄、を2セットずつはめてダメージ攻撃力アップにしてバフをガンガンかける構成としてます。で、どんな感じになるかっていうと、まずシールドを貼るの最初します。どうしてもやってる間に攻撃されて邪魔されるんで、で、運金を出して、あとは通常攻撃で殴る。で、これ良かったのが、その
氷漬けの相手に対して凍結した相手に対して会心率が上がるんで、勝利の会心率がまあ100近くなるんだよね。でほとんど会心ダメになるんで稼ぎやすい。ただ思ったよりも効果力は出ない。1万超えがもろ出るかっていうよりか、1万キルダメージがボロ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 、8000、9000がボロボロ出るっていうような構成になるので、まあ、手数で押す。あとはどうしても編成が勝利星5がいなくてとか、星5が勝利だけでとか、ゆくあきに変えればいいからね、イエラをね。そんな感じだったらまあありかなという。ただ、これ多分ね、彩香とかと比べると微妙だなという、ちょっと勝利先生残念な結果だったなっていうところです。で続いて蒸発です。で蒸発がそうだね、物理に続いて実は本命で、これが結構面白かった。で、武器はゴマで、蒸発の効果上げたいんで暇女をつけてます。でメンバーはウンキン、イエラン、ベネット。で実際のところこれ一番ダメージ出たかな。イエラン使ってウンキンでベネットで足場作って、で勝利に変えるんだけど、ここ大事で、勝利でスキル発動させます。そうすると暇女の効果で10秒間ぐらい攻撃力が上がるので、蒸発の効果が上がるんですよ。ってなると2万4000とかボロボロ出始めてて、するかしないかでだいぶ効果が違ったなーっていうところでした。で続いて勝利の過負荷パーティーですね。過負荷に関してはイエランがいなくなってイッシュルが入ります。でこの編成だけに関しては底上げをする、勝利の底上げをするというよりかは手数を増やすっていうのが一番の目的になってます。ただやっぱダメージは1万出ないんだけど、手数が多いので、まあギリ1ゲージ分切れるかなっていうぐらいですね。正直使ってて微妙でした。で結論なんですけど、まあ本当勝利の無駄遣いになったと。俺の2時間返せって感じなんだけど、まあやってて良かったのは物理はいい感じになったかなと。あとは面白かったな蒸発。どうしても編成偏ってしまうところあるんだけど、まあ、蒸発かな。で無駄遣いになったなっていうことで、勝利に関してはやはり隠居生活をしてもらった方がいいなと思うので、シールド貼って爆発溜まったらドーンと結果それかってなるんだけどね。まあそれの方が良かったなというところでした。はい、なので皆さんはもし原神勝利なんかすることねえかなと思ったら、ぜひ試してみてください。多分もっとね、貫突だったりとかいろいろしてる人、武器の厳選もできてる人はさらにダメージ出るんじゃないかなと思うので、よかったらコメント欄にも何万出たよって、もし試した方いたら教えてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。